広島カープ塾始めます。今日はですね、ちょっと一番バッター主に取り上げようと。で、特に昔ですかね、なんか一番バッターとはという感じですかね。そういう意味で何かこう番組でありますけども、球児園じゃなくて塾長編みたいな感じですか。そうですね、そういう形でちょっと話してみようかなと思います。例えば一番バッターというと有名なところ、古くから遡ればですね、福本豊選手とか柴田勲選手とか、セ・リーグに戻れば松本隆選手、カープで言えば高橋佳子選手、高木豊選手ですね、真由美明信選手とか、もう少しこう戻ってくるとは、あ、同じだと石井博道選手とかですね、あと阪急だと松葉後に一番強な、三田選手もそうだし、あと松永博美選手とかですね。そうですね、まあ、大石大二郎選手、はい、選手とか、はい、いろんなタイプがいるなと思うんですけど、いろんなタイプあります。で、まず、まあ、昭和50年に入ってくると、もうとにかく、まあ、40年代の、まあ、昭和のいう40年代後半ぐらいからもう左のゴロ転がせって、角度、そうですね、もう足が速いから、まあ、左でゴロ転がせ、うん、ああ、だったこうスイッチヒッター練習した頃の高橋佳子選手とかですね、まあ、他の松本大志選手と接触もそうですけども、なんかフライ上げたりすると怒られるということは、怒られるっていう、もうとにかくゴロ転がせ、まあ、ダウンスイングしろ、まあ、当然あの当時それができたのは、フォークボールがないんですね。あ、そうですよね、球種カーブしかないんですよ。で、カーブって緩いので、まあ、ゴロ転がせるんですね、叩きつけて。逆に言うと高く上がるんですね。あの人工芝がだいぶ神宮、まあ、と後楽園増えてきましたので、これが出ましたので、まず転がせっていうことから次なんですよね。ランナー走りなさいって、いうランナー出なかったら走れないですか、ね、走れないんで、で、ここで少し面白いのは、走れなんです。アウトセーフはあまり考えてないんですね。数、要は、まあ、多分120ぐらい走ってたんでしょう。76って言っても成功率8割ないですから。はい、やっぱりこう、何ですかね、福本豊選手に盗塁を、技術を上げるコツは何ですかと質問したインタビュアーに、こう回答がヒットを打ったりして、とにかくいっぱいランナーに出ることですと、まあ、ちょっとユーモアたっぷり語ってましたけど、はい、まあ、そりゃそうですよね。そうなんですね。まずランナー出ないとしょうがなくて、で、まあこう、まあ、当時、非力だったり、打撃能力、まあ、センスという面ではない人たちが、どうにかしてプロでやっていくためを選んでるので、そもそも選球眼はないので、フォアボールで塁に出れない人たちなんですね。だから、ボールでも何でも、とにかくバットに当てて転がせってことであれば、選球眼いらないので、
できるでしょ。そうですか。あの今のプロ野球でももちろん人工芝のね、特にドーム球場ですけど、ドーム球場以外もありますけども、昔と違う、昔は、まあ、素材のこうゴム、あの人工芝の下にゴムが引いてあったり、はい、まあ、人工芝の毛の長さが違うと思うんですけども、はい、もっと高いバウンドが叩きつけて上がったんですけど、最近減ったと思うんですけどね。あの逆なんですよ。最近は打球が緩くなる人工芝なので、これまた内野安打は出るんですね。そうですよね。ただし、ね、要は叩きつけては、ただのピッチャーゴロになっちゃうので、ゴロを転がすっていう打撃に変わって、はい、これやっぱり素材として叩きつけてもなんか3メーターぐらいバウンドが高く上がるっていうことが昔ほどはなくなって、人工芝も少し柔らかくなったんですかね。柔らかくなって、まあ、芝がですね、多分深くなったんですよね。そうでしょうね、だから結局吸収されちゃうので、昔は下手をすると、ワンバウンドでピッチャーフライ、もうワンバウンドなのにピッチャーフライみたいなので、ピッチャー内野安打みたいな打球も結構ありましたよね。ありましたの でただですね、この1番バッターで忘れちゃいけないのは、実はここ50年ぐらい変わってない事実ってあるんですね。これは実は、まあ、最近カープはやらないんですが、何が何でもワンアウト三塁の環境をどう作るかなんですね。あ、なるほどね。で、昔の方の打者はもうそもそも長打というか、なんせバットに当たる確率のセンスがないので、うん、バットに当たって転がして塁に出て、うん、まあ、福本さんもそう、まあ、福本さんはちょっとね、打率とか2000本打ってますけれども、その上で盗塁で2塁なんですね。うん、で、こっから、まあ、2番の、まあ、内野ゴロ、まあ、確実だと、まあ、バントとか、もしくはライトフライでも足が速いので、内野フライで3塁、ワンアウト3塁の形にするんですけど、逆に、まあ、2000年代ぐらいから、まあ、井口選手とか、まあ、カープ、まあ、3連覇の時の田中康介選手なんかに見えるのは、違うんですよ。長打が打てる1番になったら、盗塁がいらなくなったんですね。その話、その先駆けって、やっぱり、同時代、さっきの高木隆選手とか、高橋志子選手とかですね、福本選手はちょっと年上ですけども、やっぱ真弓明信選手ですね。真弓選手が盗塁できない一番から入ってる、で、まあ、当然、ホームランが一番クローズアップされますけれども、いや、そうじゃなくて、かなりツーベースでも塁出てる、まあ、ホームランが出るわけですから、当然、ツーベースの率も高いわけですよね、長打打つ面。で、これで平田選手がバントっていうよりかは、内野ゴロ三塁の形。はい、バース選手、掛布選手で、もうワンアウト三塁であれば、外野フライのつもりで打つとスタンドに届いちゃったっていう、この3番は3、4番にどう気楽に打たせるかっていう、この精神面の問題が、だからよく阪急が言われるのはワンアウト三塁の野球って言われるわけですね。福本選手が出て、盗塁して、転がして。これは西武もやってるんですよね。石毛選手が出て、盗塁して、もしくはエンドランして。ああ、そうですね。要は、平野選手イコール送りバントではなくて、エンドランもかなりかけてるんです。うん、そうですね。はい。で、これはこう、石毛選手の場合をなぜ一番にしたかって言ったら、他の広橋選手とか、まあ、雪沢選手とか、
いろんな選手、そうは言ってもいたんですね。山崎、ひろゆき、まあ、ロッテから移籍した。これって、ツーベース打てないんで、二塁からスタートできないんですね。あとなんかこう、一番バッターって、この足が速いとかね、転がしてとか、まあ、昔言ったらスイッチヒッターとか、マユミ選手にホームランを打つとか、山田哲人選手だとか、それはいろいろあるんですけども、なんとなくこう、チームリーダー的な人をまとめるっていうか、引っ張っていくタイプですかね。そういう人が多いですよね。まあ、やっぱり名前についてるんですよね。核弾頭なんで、勢いをつけてほしいんですね。なんかね、そうですよね。この勢いが、結局、ランナー一塁からのスタートだと、勢いつかないんですよね。そうですよね。送りバントとかだと。はい。ところが、盗塁で勢いをつけるとか、もしくはいきなり長打ツーベース。はい、はい。になると、これ、ピッチャーにしてみたらいきなりノーアウト二塁の環境からのスタートなので、チームにしてみたらイケイケ感が出るんですね。あ、今日このピッチャー調子悪いかも。特に昔はエース級というのは2人ぐらいしかいませんでしたから。当然、この、まあ、エース級というのはその技術もさることながら、うん、まあ、精神的にずぶといので、なんともなく抑えちゃうんですよね。いくら二塁行こうが、盗塁されようが。ところが、逆に言うと、残りの、まあ、昔は5人ぐらいでしたけれども、ね、残りのピッチャーって、もうイケイケにしちゃえば潰れちゃうんですよね。そうですよね。特にホームゲームのところになれば、また応援のね、ブラスバンドとか、ブラスがすごくこう、そうですね、トランペットとか、もうベンチから潰すかのように、はい、まあ、はい、今よりもヤジもベンチからありましたから。今だったら、こう、収録されたら、マイクに収録されたら、まずかったようなことがあったんでしょうね、昔はね。つまり、その、スタンドだけじゃなかった。そうですよね。のですからね、その、自軍の応援じゃなくて、相手のピッチャーを潰すための野次もかなり発せられてた時代もありますので、これが残念ながら、真由美選手ぐらい、まあ、高橋慶彦選手も、まあ、ホームランが出る、長打が打てるようになる、ようになる。でこれ何が言えるかというと勢いつけたいので翔太選手がバンバン走ってるとき1番打ってるんですね。2番で走ってないんですよ。そうですよね。ああ、そうですよね。だから1番が大事なのは、塁にまず出ることなんですよね。まあ塁に出ないと、うん、いや、まあとにかく初回の攻撃はどうにもなりませんと。で、ピッチャーも立ち上がりがまあ不安定というか、審判との状況でどれがストライク、どれが今自分のボールが、いいボールがブルペンとは違って、うん、いいボールがいってるのか、やっぱり今日調子が悪いボールなのかが全くわからない状態が初回ですから、うん、一番が出て走られても嫌なんですけど長打も嫌だと、うんこれ、こう、塾長が、この話は、まあ、塾長園ですということで、まあ、そうなると、こう、セパ両リーグね、それぞれ、理想の一番バッターとかね、いう、まあ、一番バッターとしてだけなんで、理想のバッターでして、理想の一番バッターという話をしていただきたいと思うんですけど、私の方からちょっと申し上げると、先にパ・リーグからすれば、やっぱり世界記録持ってるところもあるんで、福本豊選手かなと。まあ、そうですね。足も速ければ、まあ、明るいですよね。あ、明るい。面白いってですね。面白いっていうことは、ありますはい。で、私はあと、セ・リーグの方では、これ、カープ塾ってことも、
あったりもするんですけども、ちょっとやっぱり高橋義彦選手っていうのが出てくるかなと、はいはい、で悩むのは新しいこう一発ホームランで勢いつけるっていう真弓明信選手を入れるかどうか迷うなっていうぐらいですかね、私の中では。塾長どうですか？あの、私はね、やっぱり福本選手の一番はダントツなんですよ。なんでかっていうと、もうピッチャーが、まあ、なんつうかな、舐めてるというか、まあ、ランナー一塁でしょ、まあ、一塁からスタートしようと。福本さん、絶好調だし、まあ、打たせてみて、あの、アウトならいい。まあ、内野安打ならしょうがない。フォアボールは嫌だと。いう時にホームラン狙うんですね。そうですよね。嫌な打つんですよね。あの、そうなんですよ。あの、なめ、まあ、なんていうかな、ピッチャーが、まあ、ランナー、はい、まあ、そのフォアボール以外のランナー一塁はただでも、はい、まあ、今日ブルペン調子悪かったかなっていう、まあ、特に東尾投手みたいな、自分が分かってるようなベテラン山田久志投手、まあ、山田投手はね、同じチームなんですけど、こう、西名投手とか村田兆治投手みたいな時に、一発かましてやるって言って、一発打っちゃうっていう怖さを、そう、福本豊選手って、こう、盗塁のことはね、当然、こう、それは、うん、まあ、注目されるし、まあ、当然それそうなんですけども、まず、障害打率が2割9分1厘で、ホームランが小柄ですけど、208本打ってると、結構忘れますよね、これ。忘れるんですよ。しかもこれ結構先頭打者で1回に、あの、ありますね。打ち抜けて打つんで、はい、しかも、福本選手の狙い撃ちって、初回なんですよね、狙い撃ちが。はい。パンチもありますよね。今日は、俺のこと舐めてるなっていうのが、多分、ピッチャーの、うん、まあ、なんていうかな、ね、あの、一回の、あの、まあ、ピッチング練習の時を見て、あ、調子悪そうで、はい、あ、俺、塁に出してもいいかなみたいな投球から、試し気味に入ってくるなって思ったのを感じるかどうかわからないけど、いきなりフルスイングしたりして、スタンドに放り込む。そうですね。っていう、そうですよね、この、はい、なんかな、機微を持ってる、その、使い分けられる。だから、逆に言うと、塁に出るための初回からのセーフティーバントはしないんですよ。うん、そうですよね。あの、要は、必要な回が終盤で自分の状態が悪いけど、フォアボールも選べそうもない。で、内野ゴールもなんかうまく出そうもない時に、突然ポッとセーフティーバントで、塁に出る。ってことはするっていう、ここの切り替えですよね。でも高橋義子選手はもう、はい、そうですね、徹底的にもうプロで食べていくために小葉監督から塁に出ろと、そうですね、で二塁に行けと、何をもって高橋義子選手かというのは、もちろん盗塁もね、素晴らしいし、盗塁を取っているところありますし、盗塁477個ですか、障害でしていると、まあ、素晴らしいんですけども、まず打率は2割8分残してますし、ホームランだって163本打ってるんで、なかなかなもんですよね。なかなかなもんなんですね。結構打撃フォームも変えて、はい、まあ、試行錯誤しながら、まあ、チーム状態を見ながら、チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。